言わねえそれは。はい、友達の倉川智也です。今日も楽しみに参りましょう。ここのところ連続でやっている Mr.Children さんの Everything It's You なんですけども、それ今回ね3回目ということでやっていきたいと思います。でやってみましょう。世間知らずだった少年時代から G、D、C ですね。で、この次に、Em で A で、それで Dsus4Dっていうところまでやったと思うんですけども、これ前回とかのね、前々回を見直していただいて復習していただければと思うんですけども、一つだけちょっと気になるところがあって、2回目の動画で言ってるんですけど、この Em A のところなんですけど、これ多分 A よりもなんかサウンド的に僕の耳コピの感じだと、この A7 っていうちょっと新しいコードですね。これ A ってこうやって押さえてたんですけども、これ5弦がルートで、2フレットを4、3、2弦と押さえる、なんか人差し指、中指、薬指ね、こういう音ねっていう風に僕お伝えしたんですが、この A7 っていうのは3弦を開放にしてほしいんですが、ただこれだとすごく押さえづらいので、A7 ってこうやって押さえるんですよね。ちょっとなんか補足説明みたいになっちゃうんだけど、この A7 どう押さえてるかというと、1、2弦の2フレット薬指で、中指を1、2、3、4、4弦の2フレットで、こういう音、ちょっとブルージーな感じ。多分こっちの方がね、よりなんか哀愁とかそういうのが出る気がするんだよね。で、なんとか生きてるよりも多分、なんとか生きてる今の僕で、その次の湯はね探したりですね。ここがそう、1回目2回目でやったビデオのとこに入ってるんだけども、まず Em どうなってるかというと、ちょっとくどいかもしれないけどご説明します。1弦2弦3弦4弦の5弦、まず5弦の2フレット、ここね、ここ12フレットね、この中指で、薬指がその真下1、2、3、4弦の1、2フレット、これね。で、6弦がルートになるので、今ね、これが、ヨガネー、探したりのとこですね。ヨガネー、探したりで、D。ですね、この、そうですね、ここに行きます。で、これは、1弦の2フレット、中指。で、人差し指が、1、2、3弦の2フレット。まあ、同じフレットね。こんな感じ。で、薬指が、1、2弦の1、2、3フレット、この点のあるところで、この4弦からが、4弦が D なので、ここからなってます。だから「夜はね探したい」ってなってるわけですね。その次が「愚痴をこぼしたい」、この「愚痴を」のとこが「愚痴を」を「お」で「C」みたいな、これもやってますね。で「C」というのはこの1、2、2弦の1フレットね。で中指が1、2、3、4弦の2フレット、これ3弦飛ばしてるのね。で、1、2、3、4、5弦の3フレットを薬指。こういう感じ。C の音の次が、次は Bm っていうコードね。これ初めて出てくると思うんだけども、どういう風にするかというと、この、1、2、3、4、5、5弦のこの2フレットが B の音なので、これは一番最低音にします。で、6弦のこのところを人差し指の先っちょでこう、触ってあげた音が出なくします。こういう感じね。鳴ることが出ないように、ね、します。で、そしたらこれをバーッと押さえちゃって、こういう音を出します。で、これに中指が2弦の1、2弦の1、2、3フレット、この点のあるところに入って、薬指が1、2、3、4の4弦の1、2、3、4フレット、これね。で、その真下、3弦の4フレット、1、2、3弦の1、2、3、4フレットのところ、小指で来て、こうなります。これが、Bm なんですね。これマイナー7を弾いてくれということなので、この小指を外してあげます。そうするとマイナー7、これ B のルートのマイナー7になります。こういう感じ。で、これを繰り返してやってみると、You are ね Bm。で、次 D。さらしたり。で、次 C。愚痴をこぼし。で、Bm7。たり。となってるわけです。で、これを繰り返してやってみるとどうなるかというと、You are ね、それ探したり、口をこぼしたりとなるわけです。今日覚えたのは Bm7 ということでしたね。ということで、やってみてみてください。ということで今日も楽しんでいただけましたでしょうか。次回も楽しみにしてくださいね。ではまた会いましょう。またね。
ミュージックの LINE アカウントができました。ギターを3日で弾けるという講座もやっておりますので、コンピューターの方はこちらから、スマートフォン等々の方は下から登録してみてください。あとはチャンネル登録を忘れずに、よろしくお願いします。なしですか？